融雪型火山泥流としては、1985年11月のコロンビアのネバド・デル・ルイス火山の噴火で、山頂の火口から流出した火砕流によって、氷河の一部が溶け、土石流を発生して、アルメロ市をはじめとする麓を襲い、2万5000人の死者を出した例が有名である。国内では1926年5月の十勝岳噴火によって残雪が溶け、融雪型土石火山泥流が下流して144人の犠牲者を出した例がある。